オリコン芸能ニュースをご覧の皆さん、エグザイル三代目 J ソウルブラザーズの小林直樹です。病貧乏恋煩い、悩みは尽きぬ江戸浮世、おまると手を取り足並み揃え、守るは遺産と。そうですね、7年前ぐらいから舞台は年に 2,3 本こう定期的に出させていただいていて、芝居に関してはすごく自分の中でもダンスに次いで大切にしている表現なんですけども、それで今回、その杉良太郎さんと知り合わせていただいた縁から、ずっと念願だった時代劇に出演させていただいて、もちろんこうやってダンスを長年やらせていただいてるんですけども、共通する部分もあればやっぱ全然違う部分もあって、やっぱり刀の重みだったり、舞ではないので、踊りではないので、やっぱしその真剣に真剣勝負、本当の真剣で向き合う、刀を抜いたら必ずどっちかが命を落とすことになる、相手の命を奪うことになるっていう世界の話なので、やっぱそういうところは毎回毎回こうちゃんとやり合うってことを意識して、実際こう立ち回りを学んだ時に、あ、これはなんかなんていうんですかね、こういったら言葉は大げさですけど、すごい DNA が反応するっていうか、やっぱりその刀を誰もが持てたわけじゃないですし、それこそ武士って言われる人には誰もが慣れたわけじゃなくて、その自分を律することのできる精神性も必要であったりとか、やっぱ抜いた時にはもう次の瞬間自分が切られてるかもしれないし、そのだからこそ日々の鍛錬が必要だったりっていうところで、なんか自分がすごいエグザイルで学んでいることとリンクするところも逆に学んでみてあったんですよ。なんかそういうのも踏まえて、今このタイミングで自分が時代劇であったり立ち回りを学べてるっていうのはすごく意味のあることなんじゃないかなと思ってます。僕自身もそのお会いする前までは杉さんのイメージって本当あの杉良太郎っていうイメージがものすごくあったんですけども、でもこうお会いしていろいろお話聞かせていただくと、やっぱり本当にこう表現に対して素直にこうなんていうんですかね、貪欲で、でこだわりももちろんあって、だからこそ自分がやらなきゃいけない鍛錬とかもすごくあって、でこうシンプルに表現と向き合っている方だなとすごく感じたんですよ。本当失礼あったら申し訳ないんですけども、でもそれはなんか自分が例えばダンスに対してもライブを作る演出に関してもリハーサルにしても、なんかすごくリンクする部分が感じていて、もしかしたら自分もこう、50周年を迎えられて、自分も50年こうやって努力し続けていれば杉さんみたいな存在になれるのかなっていい意味で思わせてくださるような存在だったので、本当そういう意味では憧れの方に、その今まで見てたあの杉良太郎ではなくて目の前にいる杉さんに対して憧れるようになりましたし、僕もエグザイルに入ったメンバーとしてやっぱりエグザイルの思いに共感したからこそそばにいて、でそれできっかけがあり加入させていただいて、やっぱそういう意味で自分の中ですごく一貫してるんですね。じゃあそのグループエグザイル一族を、じゃあ自分は何をしたら盛り上げられるんだろうっていうようなもうシンプルな考えに至りまして、じゃあエグザイルに甘えるのではなく、自分一人としても逆にグループを盛り上げられるような存在になりたいなっていう願いを込めて、本名の小林直樹っていうのにさせていただいて、改名っつってももともと小林直樹だったんで、あれなんですけど、でもそうすることで逆に覚悟が決まって、今こうして時代劇に初挑戦させていただいて、で自分の中である意味武者修行的な感覚に近いというか、また2015年、今度はエグザイル第4章として本格的に始動する1年でドームツアーが待っていますし、3代目 J ソウルブラザーズとしても初のドームツアーが待っている、来年2本ドームツアーがありがたくもあるんですけども、やっぱその上でそこに対してグループをしっかり盛り上げていきたいですし、で今回時代劇をきっかけに映像にも挑戦したいという思いがまた生まれたので、そこでしっかり鍛錬し、引き続き個人としても盛り上げていきたいなと思っています。